エドワード・ロバート・ヒューズはラファエロ・ゼンパとタンビ主義の影響を受けたイギリスの画家である。エドワード・ロバート・ヒューズは画家のアーサー・ヒューズの甥いである。彼はしばしば水彩、不透明水彩画を使用した。1891年に王立水彩画協会に選出され、正会員の資格を得るための試験作品として、クリスティーナ・ロゼッティのシアモールムンディに触発された。 神秘的な作品を提出した。彼は野心的な手法の実験を行い完璧主義者であった。彼は絵画で多くの実験的手法を試み、その技術のいくつかは展示会の出品作に反映された。ヒューズは一時、老齢で体力の落ちたウィリアム・ホルマン・ハントの助手として、セント・ポール大聖堂の世の光とシャロットの女の制作を手助けした。 彼は1914年4月23日にハートフォードシャー,シューセ戦ト・オールバンズの彼の別荘で死亡した。エドワード・ロバート・ヒューズの著名な作品には生たちを引き連れた夜、真夏の夜、ワルキューレの祈りがある。英語版、エドワード・ロバート・ヒューズを翻訳。ありがとうございます。